じゃあ、こんにちは。遅いね、反応が。さん、前回やっぱスカイプだと、まあな、やっぱタイムラグ出ますね、ちょっと。嘘つけ、ごの今ぼーっとしてたでしょ、あなた。本当そうなんですよ。あ、そう、数秒やっぱタイムラグあるんです。数秒はないよ。あ、結構あるんですよ。あ、そう。いや、ちょっと電波悪いのかな、うん、じゃあな。はいはい、何でしょう、今日は。そう、あの前回、はい、その夏の今年の、ね、高校野球どうなるんだっていうところから、はい、その今年のオフのトラフト、あ、何が判断材料にスカウトの人たちだったりとか球団はそのドラフト1位候補だったりとか選手をこう集めればいいんだろうっていう話がちょこっと出たじゃないですか、うん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 、でやっぱりニュースにもなっていて、うん、週刊ベースボールオンラインの方で、はい、ドラフトどうなる、緊急事態宣言出て NPB スカウトの現在ということで、はいはい、やっぱりある球団のスカウトの幹部の方は、はい、もうやっぱり自宅待機をしていると。あ、でもまあどこも活動中止してるから見れないよね。見に行くところがやっぱりないっていう、ないよね。とこプラスその高校生は何が起きるかわからないと。それは例えば、はいはい、去年の秋の段階では開候補であっても、はいはい、やっぱり一冬越えて11月5日に予定されているドラフト会議までに、うん、そのドラフト1位の12人の枠に入ってくることもやっぱ高校生はあると。なるほど。いうことでこうなってくると、もう例えば夏の甲子園が開催できないってなると、一体何を判断材料のこのドラフトを候補していいのかって、まあ、難しいよね。いや、難しいけどさ、その大会を重視してるのは何かわかる？なぜその大会を重視してるか、大会で見たいっていう重視をしてるかわかる？ドラフトの人たちがですね。ああ、スカウトの人たちが。ああ、スカウトの人たちが何を重視してるか。ああ。え、なんかいい逸材はいないかな？違う違う違う。まあ、逸材はもうわかってんだよ、素質は。その大きな舞台に強いか強くないかっていうのを見てるんだよ、一つは。地方大会だから、地方大会では小山の大将でも例えば甲子園大会に出てきました、うん、まあその時の調子もあるよ、調子もあるけど、はい、あ、うん、このでかい舞台で活躍できないんだって。そしたらちょっと1位候補だったけどこれ2位でも取れるかな、3位でも取れるかなっていう駆け引きをしだすわけよ。あ、そうなんですね。そう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 、だから大きな大会っていうのは大切なの、はい。あ、だから度胸を見てるってことですよね。そうそう、だから歴代見てごらん、はい、プロで大活躍した人っていうのは甲子園でも大活躍してるから。例えば松坂大輔投手、うん、もうそうですね。決勝でノーヒットローランだよ。まあ、うん、あのぐらいのクラスだったらさ、そらもう飛び抜けてるからさ、はい、いいんだけど、だけどまあ例えばさ、まあ谷繁谷繁ってよく谷繁の話出てくるけど、谷繁でも郷の川ってそんなに注目な高校じゃなかったんだけど、はい、やっぱ谷繁が4番で打ったんだよ、よく、うんうん、そしたら、あ、この子は大きな舞台でも平然とやるなっていうので評価がバーンと上がるんだよ。だからキャッチャーとしても優秀だったよ、もちろん、はい、だけど、まあ例えば2位でも取れるんじゃないか、3位でも取れるんじゃないかって言ったところが甲子園でパパーンと打ったから1位に上がったとかさ、うん、はい。だから広陵の中村っていうのがさ、大活躍したじゃない、うん、一昨年ぐらいにキャッチャーで。でもあれももうまさしくそうだよね、甲子園で大ブレイクしたという。そうですよね、うん、だからそういう素質を見てるんだよね、そういうところを。まあ、逆に言えばそういうことで騙されることもあるんだけども。逆のパターンですか？いや、だからもうその大会でしか活躍できなかったとか、それ騙されることも。その大会だけだったって。そうそう、いや中村がそうだって言うんじゃないよ、うん、そういう選手も過去にいたからさ、うんうんうん、だけどでもその大きな大会でやっぱそういうことを見たいんだろうなって思うよね、俺らなんか見てると。ああ、そうなんですね。だから一応確認をしたいんだよね、これまで見てきたことの確認が夏の甲子園ということなんです、ね、そうそう。またそういう大会に調子を合わせられないっていうのはさ、故障以外なんかどっかに欠陥があるんじゃないかとかさ、そういう見方もするよね。そうですよね。あとは例えば佐々木朗希投手ってまあまあね、もうすごい評判だったからあれですけど、例えば甲子園出てな
出られなかったじゃないですか。でその地方大会とかのそういうのを見たりとか、そういうので判断材料としてこうスカウトしたいっていう、もちろん選手もいるわけですよね、地方大会から見てっていう。いやそりゃそうでしょう、やっぱりまあもう噂は噂を呼ぶからさ、あそこにこういう選手ですごいのがいるって言ったら必ずスカウトは見に行くから、はい、まあ、でもね森藤ね言ってるけど、はい、森藤名前が出たのが松坂と佐々木朗希とか出てるけど、あれはもう別格だからあれも完全に別格だから、ね、あれはどう転んだって1位になるよまあそうですよね、あれは別格別格。いやだからまあ例えば地方大会でね、あの高校の時ってさ、はい、やっぱ伸び盛りだから、はい、まあ例えば 1,2 年の時冴えなくてもさ、3年になって急に伸びたとかさ、だから身長もあるじゃない、中学時に伸びる人と、はい、高校に入ってから伸びる人っていろいろあるじゃない、やっぱりそれと一緒で、やっぱ高校3年の時になんかものすごい伸びたなって、めちゃくちゃ上手くなったなっていう、もうそういう成長期にあるから、だからそれもこうなんていうの、野球も見たいよね、成長した野球を、はい、野球の話だよ、もちろん、だから野球がすごくこう上手くなったって、急にね、例えば成長期の時って体のバランスが悪いからなかなかうまくいかないんだよ、どのスポーツでも。でも成長がある程度止まり、筋肉が突き出すと急に伸びて全然変わったプレーをしだすんだよ。だからそこら辺が高校生がもう詰まってるところ、だから大会を見たい、一番そのまああれですよね、あの伸び盛りってその身長とかではなく、その技術面だったりとか、もちろんそういうこともポンって伸びる可能性のその伸びしろがあるっていうのが高校生とか、そう、まあ、精神的にもそうだよね。で実はそのこのね、ベースボール週刊ベースボールオンラインの方でも、大学生とか社会人はやっぱりある程度イメージが湧くのに対して、やっぱり高校生はその未知数っていうのが書いてあるっていうのはそのことですよね。多分そのことだと思うよ。大学生とか社会人っていうのは、まあ、ある程度ちょっとイメージはつきやすいものなんですか？大学生って大体ね、プロに行けるやつって1年から出てる。ああもうそっか、うん、遅くても2年には出てる、2年の春ぐらいから、はい、うん、そしたらもう必ず目についてくるわけじゃない、はい、そしたらある程度1年ぐらい通して見てきてるから、うん、1年とか2年とかだからもう想像がつきやすいんだよ、うん、で社会人もそう、いろんな大会があるからさ、社会人であの選手が見たいって言ったらあそこ行ってちょっと見てこようとか、まあ常に見てるから、うん、ただ高校野球っていうのは予選が始まらないと見にあんまり来ないよね、練習試合とかだったら、うん、だからその大会一発勝負でどういう力を発揮してくれるかとかさ、そういうことをこう見たいよね、高校生は。今年のドラフトってこれどうなると思いますか、宇田さん。難しいなこれどういうふうに判断基準でみんなドラフト1位候補、今年例えば高校生なのか、それともやっぱ社会人とか大学生とかになるのかとか。いやー、やっぱ若い子も取りたいよね、高校生も。だから高校生のやっぱトップクラスしかなかなか手は出しづらいよね、うん、あとはやっぱ大学生とか社会人になっちゃうかなって思うけどね、やっぱりね、いい加減で取ってほしくないんだよ。これなんでかわかる？いい加減で取ってほしくないっていうのは、まあ大学生だったら、大学社会人だったらある程度もうプロのスカウトも見てるじゃない。でも高校生には不安材料がいっぱいあるわけでしょ、スカウトも認めてるわけじゃない。でもいい加減で取っちゃうと人生変わっちゃうからね、その子のですよね。ああ、その子の、だからそういう無責任な、まあとりあえず取っといてみたらみたいな、そういう取り方はやめてほしいなと思うよね、うん、やっぱしっかり見極めて、やっぱこう子供たちの人生もあるから、まあ、そこまでこうかあのちゃんと見てドラフトしてほしいなっていうのは俺の願い。各球団ちょっとドラフトでどういう選手を1位候補にするのかとかちょっと悩みどころになりそうですね。まあそうだね、まあ、毎年オフにさドラフト会議って、うん、で華々しくテレビ放送もしたりとかもするけど、これは今年はネット投票だろうね。集まらないかもしれないですね。いや集まれないでしょ、なかなかね、うん、でお客さんを入れるなんていうのはやっぱもうしないしね、うん、まあ、どんどんイベントが減っていくな、寂しいな。そうですね、まあ決まったわけじゃないけど、仕方ないというのはもちろんね前提で分かってはいるんですけど、うん、
ここまでこういうふうにね、そういう風物詩というか毎年のなあそういうものできないっていうのはなんかちょっと寂しいな、うん、寂しいですよね、うん、ただそのドラフトする側もされる側もちょっと今年の秋のドラフトっていうのはちょっとまた違う気持ちで、うん、こう臨むのかななんていうふうに今話を聞いてて思いましたね。まあ高校生だけが苦しんでるわけじゃなくて、高校球児だけが苦しいわけじゃない、はい、もう世の中の人全員が苦しいわけだから、はい、ね、まあ、そこら辺は理解をし、もう納得しろっていうのは難しいけども、それをこう縦に頑張ってほしいよね。そうですね、うん、はい、まあ、そういうことでした。